ここは東京の外れにある劇場ボンクラー映画館。例によって暇を持て余しているボンクラーたち、今日もおしゃべりが止まらないようです。3人が語らっているのは絶対のアイロン。一体どんな話が飛び出すのやら、ちょっと覗いてみましょう。ということで、ちょっと今回、はい、特別ゲストね。ちょっとひそひそ声です。はい。にゃいやね。にゃいや。もう喋っちゃったし。喋っちゃいましたけど。この方お呼びしました。オープニングからなんかおかしかったですね、多分ね。多分なんかラジオのオープニングもいつもとボンクラ映画館と違うような、そうですね、感じでしたけど、某ポッドキャストで、はい、局長という役をやっております、みちと申します。よろしくお願いいたします。初めまして。恒例なんですけど、はい、ゲストの方のプロフィールをですね、はい、ありがとうございます。私が読み上げると、はい、ありがとうございます。じゃあですね、みちさんですね。みちさん、はい、そうですね。ネットワーク、ネットワーク、そうですね。元ハンマーブロス、元ハンマーブロス、今年の現公式サイト、間違いない、そうです、間違いない。東京ポッド局長、はい、そうですね。ゴリラブーツとしてアルファブロガーアワード2009ノミネート、はい、ありがとうございます。はい、共著として世界のサブカルチャー、各国証言者がある、あるわ、はい、そうですね。現在はハードコアチョコレート企画戦略部所属、はい、また個人ブランド裸足の現デザイナーズリパブリックも運営している、そうですね。はい、好きな食べ物は牛丼太郎、はい、はい。これはお間違いないですね。お間違いないですね。その通りですね。すべて僕の一字一句合ってる。はい、僕の仕業です。すべて。僕が悪かったんです。めちゃくちゃ多彩ですね。いや、多彩というかよくわからない人っていうのがね。いやいやいや。わかりやすすぎて、ちょっと。何やってるんだろうみたいな感じですね。間接的に、だから、はいはい、なんでしょう、こう、ハードカチョコレートの代表のムネさんが、はいはいはい、ゲストで出てきて、そうですね。何でしたっけ、前回ぐらいですね。そうですね。ゾンビの前の時に。来ました。で、ミスさんもいらっしゃって、はいはいはい、はい。でお話とかを、そうですね、まあ、さんてやりましたね。やりましたね。で、なんすけな、ゾンビ撮り終わった後かなんかに、そう、割りたいね。打ち上げみたいなね、やってるんですよね。その後僕が来て。そうですね。その時に、まだミスさん、そのお店に来る前に、はいはい、お前ら俺なんかよりミスさんを出せと。うん。いや、そんなことはないですよ。あの人のポテンシャルを舐めすぎてるんですよ。いや、そんなことないです。それはね、ちょっとムネさん言い過ぎだと思います。結構ね、真剣にそれ言われます。あ、本当ですか。ムネさん、恥ずかしがり屋さんのとこがすごくあるので、そうですね、シャイですよ、ね。そうなんです。すごいシャイな人なので、まあ、そういうところもね、なんか出ちゃったのかもしれない。ミスさんが昔、はい、クイックジャパン。そうですね、大昔。DJ。そうですね、DJ とかね、まあ、ライブとかやってたんですよ。19、20歳ぐらい。そうですね、僕、東京に出てくるのと同時に、そういうある音楽が好きでですね、どうしても友達がいないじゃないですか。出てきたばっかり。ね、出てきたばっかりで、そういうのとあると思うんですけど、まあその中でなんとか一つだけですね、早稲田のサークルで、ちょっと近いような人たちを見つけたんですよ。いろいろフリーペーパーとか見つけてたので、その人たちの、僕の始まりはその方たちと繋がるために、毎週休みの日に早稲田は関係ないのに、僕ね、働いてるのに早稲田大学に行って、サークル等でそのサークルノートっていうんですかね、それに落書きをして帰るっていう活動から始まって、だんだんこう文通っていうか会うようになる、文化祭でね、初めて会ったりとかしてから、まあ DJ やらないかみたいな。だから僕レコードとか買ってたんですけど、レコード買ってたら DJ できるってことさえ分かってなかったぐらい、よく分かんない状態でその音楽が好きだったんですよ。で、初めレコード、ね、ターンテーブルを買ってくれば多分レコード弾けるんだろうって買ってきたら、はい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 、針をカシャ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 って、ね、よく考えたらアンプとかスピーカーとかがいるっていうことさえ知らなかったんですよ。そういう状態からもう DJ を始めました。昔の雑誌の話ですよ。そのシートの。そのシートの、そんな感じで、カシャ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 、あれ、あれみたいななってたぐらいレベルの低いところで戦ってたんですよ。まあいろいろあって、まあ雑誌なんかも紹介させていただいたりとか。その時がハンマーブロス、うん、そうです、ハンマーブロスというユニットをね、え、3人でやってたんですけども、はい、やりましたね。DJ ユニットみたいな、ね、一応曲作りを、初めは DJ やってたんですけど、最終的に3人で曲を作ろうということになって、まあレコード出したりとか、海外、まあ主に海外なんですけど、ね、はいはい、まあ、そういう海外のオランダのアーティストとか、まあ、メインストリームなんですけど、そのジャンルで、まあ、その人たちを叩いたりとかですね、そういう、まあ、プロレスみたいな、俺も日本から参戦みたいな、うん、ちょっとオランダがちょっと変なことになってるぞみたいな、それお金持ちになってちょっと、メジャーに魂いってるじゃねえかみたいなことで、いろんな、
まあ、アングラの人たち同士で、厄介な感じですね。当時ファックスですから、ファックスコミュニケーションができるんですよ。まあ、レコード買ったことある、ない、ある方は大体わかるんですけど、大体ファックス番号とか書いてあるんですね、レーベルの。そこにファックス送ってデモテープを送ったりとか、まあ、仲良くなって、まあ、日本にアーティストを呼んでイベントやったりとか。まあまあそんなことやってたんですね。その、まあ雑誌とかもないですから、自分たちで裏口入学ってそのフリーペーパーを送って、いろんなところに配るんですけど、捨てられたりとかですね。すごい嫌な思い出がいっぱいありますよね、シスコテクノ店で。いい思い出もいやいや、あるんですけどね。だから結構だから本当に自分たちで全部メディアも作んなきゃいけないし、自分たちで曲も作んなきゃいけないしっていうのは、まあ、日本になんとかしてそのシーンを輸入したいみたいな思いでやってたんですけど、まあ全然まあね、鳴かずとバズまではいかなかったんですけど、まあある程度までは行ったんですけど。もうね、雑誌に載ってそうです、そうです。DJ とかもいろいろ迷子いろんなことやらさせてもらって、まあその中で中澤啓治さんと裸足のゲームの作者とも知り合うことができたり、まあ、そういうきっかけにもなったんですけど、なんかそんなのがありましたね。そういうことやってました。本当に24ぐらいは、20から24、まあ、本当に1995年ぐらいから、まあ、97、8年がメインのバンド活動としてその後はまあ、いろいろやってるんですけど、今近年ですと、まあ、そうですね、そうですね、東京ポッド許可局長ね、はい、なんかよくわからないんですけど、まあ編集人みたいな、それもまあプチ鹿島さんという、まあ、多分聞かれた許可局、今はね TBS ラジオでしたけど、もともとはポッドキャスト界で、やってたものですから、その時にまあ僕の目線から行くと、鹿島さんから誘われたっていう感じですね。その前に鹿島さんと一つ、宗さんもですけど、チョイペリアって別のポッドキャストやってたんですよ。で、まあ、それの編集もしてたので、まあ、ついでにその許可局っていうのは始まるから、むちさんよかったら入ってほしいみたいなことを言われたのがきっかけで、二人で当時、牧田さんがどこに住んでたか、西武線沿線に住んでたんですけど、そこまで行って、家で三人集まって、まあ、四人ですか、どこも含めて四人集まって、第1回の、なんとかドラリオン論みたいなのを取ったのが始まりですね、許可局。2007年ですね、確かね。2007年の1月かな、2月から放送開始、確か1月ぐらいに。今年あれですね、レギュラー。そうなんですよね、TBS さん。まあ、ものすごい時間帯ですけどね、金曜か土曜かなんか。土曜の。生で聞いたことないんです、まだね。朝4時。朝4時ですよね。ええー、ほんともうなんか、ね、豆腐屋さんしか起きてないような。ね、リアルで聞いてる人は、じゃあ、少ないかもしれないですね。そうですね。そうですね。録音も多いかもしれないですね。録音ね。だからやっぱり新しい、逆にその時間だから、こう、介護で起きてる方とか、そういう50、60歳のおじいさん、おばさんとかも聞いてるような、すごいね、そういう人たちはもう逆に顔もみんな知らないし、はい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 、ね、そんな感じ聞いてるっていうのは最近。なんだか面白い。そう、なんだかよくわかんないけど、変な子たちね、みたいな感じで聞いてくれてるのもあるみたいですね。だからほとんどが多分、ポッドキャストというか、あれで聞いてるのかなと思いますけどね。ね、で僕もリスナーとして聞いてたんですけど、はい、どこら辺ぐらいから聞かれたんですか。立川ダウンシステムの妨害で勝った時、ありましたね。あれは未だにキープしてるんですよ。それでまあ間々でちょこちょこ聞いたりとかしたんですけど、ただもうすごい回数、まあ、そうですよね、そうですよね。250何回までがポッドキャストでやりましたね。253だったか4だかちょっと忘れましたけど、70いってたかな、わかんない。ちょっと、毎週やってましたね。大変でしたね。もう、だから本当になんか家とか帰ったとしてもやんなきゃいけないので、ファイルだけどっか上げといて、なんだっけ、漫画喫茶とかに行って、更新、あれ自動更新はやってなかったんです。絶対手動更新、一回自動更新失敗したことがあって、あるじゃないですか、ブログとかありますね。あれがなんかうまくできなくて、なんかそれからなんか怖くて手動更新やったりとか、人の iPhone 借りて管理画面入ってとかね、超辛い時ありますね。昔よりまだそんなにガジェットがちょっとそんなになかった時代だったんで、結構毎週毎週っていうのは大変でしたね。でも体 でこう頑張って頑張って、そうですね。だからどうしても旅行に、まあ、海外旅行とか行ったりするんですけど、そういう時はもう早めに金曜日出してとかっていうのをやってましたけどね。そこはもう、絶対出すってことだけやってました。かつほら水曜版とかもやり始めたり、あと緊急特番みたいなので、
やったりとか、だからそういうのは結構難儀でしたね。だからこの録音して、それを持って帰ってすぐ編集して、すぐ公開しなきゃいけないとか。編集大変ですけどね。そうなんだ。だからあんまり基本はね、カットしないんですよね。はいはい、基本カットしないのが、ポリシーみたいなところがあったんで、中にはちょっとあるんですけど、やっぱり後で、あれやめとったりとか、とかね。なんかまあ個人名とか、店名を言っちゃったとか、はいはいはい、そういうのあんまりカットしたりしたことあるんですけど、基本はノーカットで出してるんです。だからその間に2時間とか、M1 の話とかね、うん、2時間半とか喋って、あれとかひどいなと思いました。マキタさん家に夜集まって、まあ、録画してたやつをみんなで夜集まってから一回見て、だからみんな一回見てきてるのに、またそこで見て、でから始まるから3時ぐらいに始まるんですよ。それから2時間ぐらい喋るんですよ。朝ですよね。で朝で、で、まあ、タツオさんの車に送られて帰るんですけど、僕当時蒲田に住んでた時があって、でその時タツオさんの車から降りて、チャリンコ取りに行って、チャリンコから家までね、多分ね、4分もあれば帰れる距離だったんですけど、そこでうんこ漏らしました。それぐらいもう疲れてた。もううまいもんで、しかもたんまり、どれぐらいって何なのかな。バスケットボール台ぐらいの漏らしたんですよ。だから、なんていうんですかね、ズボンがものすごく大きくなっちゃって、俺こんな漏らしたの初めてだなと思って、印象深かったんですけど。スラムダンクです。それその時確かオナニーロンかなんか話したりとかした帰りだったのかもしれないけど、なんかね、ひどかったですね。スラムダンククラスのやつです。本当がすごかったですね。ポッドキャストを忘れすぎて埋もれちゃった。なんかね、やっぱり、蒲田っていうか地元、皆さんもあると思うんですけど、自分の近くの駅に着くと急に気が緩むみたいな。ありますよね。ああいう感じですよね。あれでも本当にちょっとの距離なのに、立ち漕ぎで帰りますけどね、一応。まあさすがに座れないかなと思って。ちょっと出たらもうしょうがないですよね。もうしょうがないですよね。もう行くとき行かなきゃいけないから、もうそうなんですよね。そういう感じもあったんですよ。そんなことしながらも、まあポッドキャストをね。大切に更新してたという裏話も。そのぐらいのこと しないともポッドキャストが上がれない。かどうかが、まあ、念の入りじゃないですか。いや、いろいろね、いろいろあれがあったんだと思いますよ、いろいろね。ゾトイさんまだ漏らしてない。まだ、ママちゃんですよね。いや、だけど、漏らさない程度でやるのもいいと思いますよ、僕はね。皆さん、ファンの方たくさん聞かれてますもんね、これね。でも、ちょっと最近ね、編集本当に大変そうもんね。あ、本当ですか。それをなんか、結構時間がないとか。まあ、同じく、もうバタバタで仕事してる。バタバタ、それ気をつけないと。ですからね、ねえ、そうですよね。僕もだから、ね、お勤めしながらやってましたけど、そう、大変そうだったですね。そうなんですよね。ねえ、だからそこはちょっと、まあ、いわゆる芸人さんとは違う苦しみといいますか、まあ、編集人として、みんなを応援する、まあ、なんとか4人目な感じですけど、結局、まあ、なんか、僕も別に芸人さんとかじゃないですから、だからそのリスナーの代表みたいな思いはあって、だからなるべく僕が映るんじゃなくて、その3人を見てる、僕もそのなんかリスナーの亡霊みたいな、そういう立場でいる感じは多かったですね。放送作家って。そうですね。なんか僕が作ってるというよりはみんなと一緒にこう、俺もみんなを見てるみたいな、育てるって言うんですけど、みんながだんだん面白くなっていくのをずっと応援していく、まあ近くに入れたみたいなところがあって、今ね、TBS なんかであんまり逆に僕はやることないんですけども、ただいるだけなんですけど、それはそれでね、まあ良かったなと思いながら、またポッドキャストに帰ってこれば、また僕が編集すればいいだけかな、みたいな、そういう感じですよね。そんな感じの気持ちでいつも。はい。そうなんですね。で、しかも、ボンクラ映画館ですよ。これは。なんか映画ないですかってふと思った時に、はい、今年でしたっけ、東中のバトルナインっていうのにユーストを中ありました、ありました。1回だけありましたね。2回目がないやつ。よくあります、そういうの。プチカシマさんと、ウネさんと、ウネさんとで、はい、3人で。話されてはい、ユーストリーム。ちょうど嘆きのピエタの話してて。はい、はい。で、その時に、キム・ギドク監督の話をむちゃくちゃ、詳しく話されてたんで。ちょっと思いが溢れちゃったんですね、ちょっとね。ミチさん、キム・ギドクでいかがでしょうかって。あ、はい、そうなの、お誘いいただいて。でちょっと今回なんと、光栄でございます。もう、キム・ギドク皆さん聞いてるかどうかっていうの ね、どうなんでしょうね。心配ですけどね。好きな人が大好きな。結構好きな人好きだと思います。今とか結構ね、この韓国映画を見ろみたいな、ムックが出たりとか、ちょっと去年ぐらいから、あとまあ歌丸さんとかもそうですけどね、あれでやったりとか、まあちょこちょこキム・ギドクの名前はメジャーなエリアに出てきた。ビデオ屋さんにもちょいちょい増えてきた感じがしますよね。そうですね、蔦屋さん、新宿の蔦屋さんなんかで結構しっかりコーナーあるでしょ。なんかね、面出しのコーナーがあったりとか。ありました、ありました。そうそう、ちょっと僕が見始めた頃はそこまでなかったんですけど、今は結構あるので、もしかしたらご覧になってる方もいるんじゃないのかなとか思いながらね。
結構なんか役者さんで好きな人が多いんですね、気がするんですよね。やっぱりこれはすごいですよみたいな感じで大体行ってくるのは役者の人だったりとか。ああ、そうですか。ニューヨークさんみたいな。そうですよね。で、大体うちのポッドキャストで、うん、まあ一本映画で語るっていうのがベースなんで、じゃあ何しようかなとか思った時に、うん、あのチャップリンとかのキューブリックみたいな感じで、うん、ちょっと金記録もこれが一本ってちょっと決めづらかった。そうですよね。そうですね。どうしようかなと思って、とりあえずまあ今回は、うん、絶対の愛、絶対の愛、まあ、導入部とか入門編としては、うん、聞きやすい、見やすい。そうですね。見やすい、見やすい。そう、見やすい。で、そこからこう、うん、他のも、ね、見ていただければ、見ていただければ面白いかなと思いますよね。ちなみにミツさん、キムギドック作品に出会ったあ、はい、ね、これ、そのさっきのポッドキャストの話にもつながるんですけど、あの、チョイペリアっていうのはやってたんですよ。それは必ず、まあ、ムネさん、カシマさん、プチカシマさん、僕、あと何名かいたんですけど、と一緒に、ネイキッドロフトさんとか、そういうところにゲストを呼んで、あの、ゲストと一緒にトークしたやつをポッドキャストで流すみたいなのが多かったんですね。で、その時に、そのゲストで何回かやったんですけど、森下くるみさんって今、元ですよね。で、今は女優さんで活動されてる。はい、あの方が、出られた回もあったんですよ。その時に、どんな映画が好きですかみたいな、まあ、普通の質問をこう、なんか、サイコロトークじゃないですけど、なんか紙をこう見せて、この紙みたいなのを取って、その話すみたいなことをやってたんですけど、その時にね、ちょうど弓っていう作品があるんですよ。それが公開中で、義読が好きで、僕はそういう名前も知らなかったんですけど、弓っていう作品で、今来てるんですよ。それがすごい楽しみにしてるみたいなことを言って、僕、インターネットの捜査係でしたから、弓を検索して、当時公式サイトをこうみんなの前に見せた記憶があるんですよ。それが一番初めの義読との出会いって出会いなんですよ。で、まだその時点では見てなくて、その後チョイペディアの別のイベントがあって、それも1年後ぐらいかもしれないですけど、2006年ぐらいかな、チョイペディアスペシャルみたいなやつを、新宿のロフトプラスワンの夜をね、まあ8時間とか長い席でたくさんの芸人さんとか、女優さんとかいろんなもう今まで絡んだことないような大物ゲストを呼んで話をするみたいな会で、その時は青木凛さんが前どんな映画が好きなんですかって話をしたら、やっぱギドックが好きだで、何個かそのタイトルも挙げられて、もうめちゃめちゃギドックハマってるんですよねみたいなことを言ってて、こう2回もギドックの話が出てきたもんですから、これは見なあかんのかなと。始めるとき何も思わなかったんですけど、よく考えたら森下さんも言ってたなって思って。だから僕にとって青木凛ちゃんが言ってくれたかもね、青木凛ちゃんが僕の義道君の師匠なんですけど、まあそこでその後、まあ宗さん家に行く機会はなんか、その時はほとんど宗さん家に毎日行ってたんですね。で、ほぼ宗さんっていうそのハードカーチョコレートの宗さんと付き合ってる状態が、ほぼ同性みたいな、半同性の状態だったんですよ。で、もう半導性、ほぼ僕彼女かなっていう感じで、いた時があった、ほぼ週7で会ってる時があった、まだ蒲田に住んでるのに、当時大田に、わざわざ終電ギリギリまで行って、とか、まあ、朝帰ったりとか、次の日仕事なのにみたいな、やってた時があって、その時にたまたま悪い男を、峰さんが持ってて、これ面白いから、あれですよ、凛ちゃんがしたやつです。ということで借りてみたのが初めて、悪い男の DVD を見せてもらったのが、初めて僕見どこれも実は一番最初見たのが悪い男だったんですね。あ、ね、そうそうそう、それあれで見て、もう感銘とびっくりしちゃって、その年の冬に確かに宗さんと2人で、もう結局2人で行けなかったんですけど、2人で急に電話で意気投合して、韓国に行こうと思ったのも、その悪い男をきっかけで、お互いちょっとその、ビーバップ的にちょっと女ひでりというか、どっちも彼女が欲しいけど、こうね、なかなかいないという状態で、二人もこう、もや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 してる時期があったんですよ。でも韓国に行こうと決めて、まあ悪い男のあの沖屋に行こうと決めて行ったんですね。だから悪い男はそういう意味でも悪い、影響、本当に僕たちに悪い影響を与えたなと思ってるんですけど、だから本当にその時に誰もいなかった。二人ともなんかこう、好きな人とか、まあ、この人とうまいこといくかな、いかないかな、みたいなもうまくいかないみたいなことばっかりで、だから急にお互い電話一回なんか電話話してて、まあ切った後にまたこう電話パッとかけたら、向こうの皆さんもかけようと思ってたんで、韓国行かない？俺も今言おうと思ってたんですよ、みたいな、そんな感じで、行ったんですよ。だから結構その、そうなん、悪い男は結構、だからそこから、義読道みたいなものに、まあ、後追いでね、どんどん、まあ、一個ずつ買ったりとかしながら見ていくというような感じだったんです。だから、順番結構バラバラに見ちゃって、初期作とかはね、逆にあんまり覚えてなかったりとかね、しますけどね、義読さん。
日本だと悪い男くらいからしか、うん、あ、そうなんですね。そうなんですね。だんだん、あとからこう、うん、初期作品が義読祭りとかいろいろあってとか、そうですよね。ですね。で、絶対ない。まあ、あのね、どうしてもあの、あれ、韓国ってあの、はい、整形大国ってイメージがそうですね。あるんですよね。で、うんうんうん、お国がそう、なんですか、顔をいじるってこと自体が、うん、気まずさとか後ろめたさがないのかなと思ったら、ね、この作品見ると、うん、あ、なんだこれタブー視されてるんだなってのは意外に分かった。なるほど、なるほど、なるほど。やる人はやるけど、うん、そういうのを否定する人はとことんないですよね。なるほど、なるほど、なるほど。そこにちょっとすごい意外だったんですけど、ね。まあ、だけど結構その気軽に、まだ日本なんかよりも気軽にできるみたいな、そのね、日帰りでやるみたいな。朝と顔が違うみたいなことは別に普通にありそうですよね、向こうの方とかね。あのよく2チャンネルとかで、韓国の家族画像みたいなのって、はいはいはい、子供だけ違う。そう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 。あれが普通なのかな。いやいや、本当ね、嫌な話ですけど、そういう、まあ、起き上がりとか行けば、もうみんなしてますよね。まあ、はっきり言って、まあ、やりすぎてる、まあ、なんか同じような顔になるような印象はあるじゃないですか、石鹸の方の人。まあ、石鹸どうしても悩んでね、あの目が嫌だとか、そういう悩まれて、まあ、そういうことになったから、それを責めるつもりはないんですけど、勝手にね、自分でいじってるだけなんで。あの、みんな同じような顔の人がね、揃って、いましたね、やっぱりね。普段歩いてる人たちは普通に、アジア顔と言いますか、なんでそんなになんか整形整形臭い人はあんまりいないんですけど、やっぱりそういうところはやっぱり表立つ人とも整形とかやってんのかなとは思いましたけどね、なんかね。で、これ整形がまあテーマとかね、なってるんですよね。で、彼女がこう、もう彼氏に切られかけてるみたいな、勝手になんかもう言い出して、で、いきなり消息不明になって。そうですよね。ほぼ自分でなんか爆弾物を投げて、自分で受け止めて爆発するみたいな、そんな感じでしたよね、あれね。すごかったですよね。でもその、なんか、この恋終わるんじゃないかしらっていう時に、他の女の子を思い浮かべさせて、やったら、彼氏が銀河地になっちゃって、これはもう設計する場合になって、そう。もうくぐるわけですね。でもはっきり言ったの、設計前の子の方が好きなんですよ、僕は。あ、僕も。なんか良くないですか？あっちの方がいいですよね。なんなんでしょうね。僕ね、だからやっぱ、変な言い方、僕やっぱ人絵の方に憧れるんですよね。人絵好きなんですよ。なんか、男子も女子もおかしいかな。一人だったら何でもいいっていうのは失礼なんですけど、あの、ポイントとしてあると思うんですよ。鼻とかもあると思うんですよ。皆さん鼻が嫌いだと多分絶対好き、顔好みじゃないなとか、あるじゃないですか、そういうの。それと一緒で、もう、一人だったら結構僕いいなっていうのは、あの方も結構良かったですよね、一回目のね。そう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 。綺麗な顔で。そう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 。僕もね、初めの顔の方が良かったと思う。で、彼氏自体も別にそんなの気にしてないよって。そうなんですよ。で、何もあそこが反応しちゃったんですよね。そうなんですよね。反応しちゃいましたよね。そう、こうパクチョン、チヨンさん。パクチヨンさん。こっちの方ですね。そう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 。もうちょっとよくわかんなくなっちゃった。よくわからんわね。うん、そう。整形の前のチヨンさんで、整形後はサンキョナさん。役名もね、なんか、そうなんですよ。セヒとスウェヒ。ね、そうなんですよね、これもね。もし見ていない方はよくわからないかもしれませんけど、あの見ると言いたくすることになりますから、もう一度聞いてもらえれば。そう、どっちがタイプかっていうね、話です。僕こっちです。僕もこっち。ザトイさんどうですか？僕はその表なんです、ね、3ですね。あ、本当ですか？ちょっとやっぱり免許入りなんですね。やっぱりここなんかしっかりした感じが好きですか？でですね、あの、この映画見た後、はい、どうですか？みんななんか、この人も整形してんじゃない、この人も整形してんじゃないって出てる人ずっと疑ってしまってたんですよ。で、そういうコメントを用意しようかなと思って、一応、あの、出てた人たちの経歴調べてたら、はいはい、その整形後の、ソン・キョナさん、うん、整形カミングアウトしちゃったんですよ。あ、したんだ。そうなんだ。それでミスコリアに行って。本当にしてたんじゃん、本当にしてるんだ。それ面白いですね。で、一番最初に出てくるこのウェイトレスの女の子。はいはいはい。あのね。気持ち焼かれた。そうですよね。杉野咲さん。そうです。この方も有名ですよね。あの、映画監督とかもやられて。はい。女優であり、監督もやられてるんですね、プロデューサーみたいな。日本人はい、はい、どうでしたかで皆さん僕が聞くのもあれですけど絶対の愛最初まあ格論に行く前にちょっとねなんか総論とこうなんかもう第一章の時点で、はい、まあ映画ってまああるっちゃあるじゃないですか、あるっちゃありますね、まあ顔変えてまた来るっていう話まではまあ
想像はつくんですけど、はいはい、その後編ですよね、うん、彼氏がそれを知って、うん、今度逆をやるっていうのはもう、うん、全く想像がつかなかったんですよ、ね、ははははああなるほど、そこに行くのかという話ですね、うん、なんかね僕はこうすっげえ面白かったんだけど、うん、もどかしいなって思いながらずっと見てて、うん、そうですね、結局答えがありそうでないみたいなところで言うと、まあ、得意パターンってあると思うんですよね。俺なんとなくこう、ちょっとこれ絶対ないから外れちゃうかもしれませんけども、リード君のパターンって多分あると思うんですよ。好きなタイプみたいな。こういう風に行こうみたいなのがあると思って、で初期の方のやつは結構登場人物が型 で物語も全部それぞれエピソードがありすぎて、詰め込みすぎ感が出てた。だからだんだんこう、回を重ねるごとに登場人物が少なくなっていくというか、まあある程度しかいなくてっていう中でいくと、ちょっと絶対ない、ちょっとそれよりは中間地点ぐらいあるのかなっていうところで、だけど落としどころとしての、その最後のぶん投げ感って言ったら失礼ですけど、はいつもの得意ジャンルというか、まあ、ぶん投げちゃったなみたいな感じは僕はしましたけどね、なんか全体から見たとしても、まあ、ちょうどなんかこう真ん中っていうか、うん、ミドルポイントみたいなのついてるのかなとか思いましたね。セリフの量とかもね、うん、ちょっとそうですね、意外と多めそうですね、あと結構分かりやすいそのなんだろう合コンのシーンがあったりとか、なんだろうな、あとは変なカラオケスナックみたいなところに行って友達となんかベンダラベンダラやったりとか、ああいういるのかいらないのかよくわからないようなシーンとかあったじゃないですか、電話朝まで待ってね、お前バカ野郎みたいな、あれもいらないんじゃないのかなと思いながら、もう意外となんかしっかり描いてるところっていうのがあって、だから義読色っていう言い方ちょっと気持ち悪いかもしれないですけど、そう義読いっぱい見てる方がするとちょっと物足りない感はあるのかなっていうのはありましたね。はい。だから入門編としては僕結構面白いのかなと思いましたね。さっきちょっと始まる前にミキさんと話したんですけど、なんか編集のリズムとかがね、やっぱちょっと独特というか、そうですね、あんまり文法をきちんと乗っ取らないで、バツバツ切ったりとか、唐突に何か出したりとかが多くて、その辺の面白さは存分に出てますね。出てると思います、そうですね。僕結構好きなシーンで、ちょっと格論的なところに行くと、その一番初めギンギンに立っちゃった時あったじゃないですか。あのシーンも結構好きなんですけど、あの時のその彼女が、だから、セヒの方ですね。が、顔をシーツでタコスでしょ。あれって義読パターンとしては絶対一回いるんですよ。あれ1位なんですね。あそこ結構好きなの。あと、その後、お互いなぜか、でかい大木みたいな蹴るシーンがあったんですね。男側もあったし、あの木はさすがに僕ね、実はこの後ちょっとお話しますけど、ロケ地巡りをするのがちょっと、義読に関してし始めて、バカになっちゃったんですけど、はいはい、あの木は見つからなかったですけど、あの木は絶対行ったら、もし見つけたら蹴りたいなとかって思う。あのなんかね、どうも、3人目としてそうなんですよ。どうもよく、あの辺とか落としどころがありそうで、なんか意味がありそうでなさそうな、ああいうところがこう挟んでくるのは、あ、義読マジックだなとかっていうのはね。きっちりした伏線じゃなくて、たまたま2人が、たまたまそうなんですよ、ね、別の時間で同じ木蹴ってたみたいな面白さなんですよ、ね。面白さなんですよね。全く同じ木を蹴るみたいな。で、びくともしない、うん。死ぬほどでかいっていう。もうちょっとなんかちゃんと作ろうと思ったら、うん、あの木を2人で見てて、そっちから蹴ってるみたいなの入れると思うんですけど、ないですよね。あえてもうそれ入れてない。何もないでしょ。いきなり木を蹴る。あれとか結構ざっくりしてるなぁと思うし。あの辺の面白さは、やっぱり引っかかったらみんな好きになっちゃいますよね。そうなんですよね。だから結構だから、絶対ない中にもちゃんと義読マジックはね、ちょこちょこ入ってるのがね、好きですね。まあ、なんかどっちかというと、こう、うん、いたずらっぽい感じの、うん、びっくりさせてやろうみたいな、ね、はい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 、そういう演出が多くて。多いですよね。多いです。仮面というか、やっぱお金も得意でしょうけど、仮面を、うん、仮面、まあ、たまにね、喋っちゃうかもね、ね、あれですけど。面白い。うん、あれもいいですよね。あれも変なシーンだなと思うし、あと、こう写真を踏んで歩くシーン。あれとかも、まあ、義読っ
ぽさっていうか、意味があるのかないのかわかんないけど、俺もやってみたいな、みたいな。ね、あの、切り張りで目を置いたりとか、ああいう紙の扱い方とか、今回、まあ、暴力描写はね、そんなに、それほどなかったですけど、その、いきなり窓ガラスが割れたりとか、そういうのありましたけど。あれも結局、謎のままなんですね。謎のままなんですね。結構、ほったらかし感っていうのはね、僕ね、いいなと思いますね、なんかね、遺族の中の。他の作品でも多いですけど、うん、あれは何だったの？はい、そうなんですよね。だから結構落としどころが、多分本人もあるようなないようなこと言うんだろうな、うん、何聞かれてもねとか思いますよね。多分意味はないってことはないと思うんですけど、うん、まあ、そこまでこだわってはないのかなとか、ね。お客さんはどっちでも撮れるような。そうなんですよね。そうそうそう。今回もだから、今回もとか絶対ないでも、やっぱ場所とかも結構やっぱり言っても何回も同じ喫茶店が出てきたりとか、出過ぎじゃないですか、あの喫茶店、はっきり言って。もう、あの喫茶店が実は潰れてもうないらしいんですけど、俺も探しに行ってなかったんです。同じような場所は見つけましたけど、なかったんですけど、あの、普通の映画の感覚から行くと、あそこまで、なんていうか、同じようなシーンへの繰り返しって、ひどいなとかって思いましたね。もう、まあ、なんていうか、ため取りできそうな感じだったんですよ。ね、あれとかも、まあ、スーパー魅力マジックなのかなっていうんですかね。ね、この早撮りの、ね、マジックシーンみたいな。早いんですよ、多分、撮るのね。プラスして、あの二人、よくあの、喫茶店でトラブル起こしてるんで、いくら出入り禁止なんじゃないかと。そうなんですよ。毎回毎回トラブル起こしてるし、あの、バイトなのかバイトなのか、なんかよくわかんないようなことが、ふらっと出てくる。ふらっと出てくるしね。あの、あるしね。もういつもコピー受精を、ね、コピーばっかり飲み上がってみたいな、あのね、同じとこ座ってみたいな、最後の、男を探すあの、下りとかもね、よくわからないじゃないですか、結局。まあ、誰が本当の誰が何なのみたいな ね、そうなんです。最終的にオチもあるようなないような、分かんなかったです。なんか俺、なんだろう、今思い出してちょっと面白かったなと思うのは、あの、冒頭だけかなと思ってた、出てくる人で、あの、整形外科の、ね、お医者さんが、お医者様、途中ちょっと出てきてすごい、そうですね、活躍するんですよ。意外とメインキャストになってるっていうね、そうなんですよね。いいセリフがある。いいセリフありますよね、なんかね。男の人も、じゃあ俺も負けじと整形してやろうって言った時に先生に、説に、はいはい、すがりに行くという、はいはいはい、先生助けてくださいって、そこで何言うのかなと思ったら、僕と飲みに行きませんかって。そうですよね。それもおかしいですよ。それもおかしいです。次の日の方飲んでるんですよ。そう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 。夜飲んじゃってね。茶摘みの感覚。最終的にはあの喧嘩になるんだけど、結局なんか泣きつくっていうね、あの悲しさみたいな。なんかこう甘えたこと言う主人公に対して、そのお医者さんが俺が拳で整形してやるって。そうなんですよ。結構強いっていうな、あのね、お医者がね、で言いたい、ちゃんと結構正論バシバシ言ってるっていうね。そんな好きやってんじゃねえよみたいなね。ああいうこと、いいこと、いいですね。俺は医大を出てるんだって。そうそうそう、そうですよね。あれいいですよね。面白いですよ。そうなんですよね。だから結構なんか絶対の愛はね、だからそういう意味ではなんかこう、ミニマムと、その、ミニマムな映画が多いと思うんですけど、マキシモのちょうど間ぐらいの、こう、揺れ動く感じとかは、あの、意外とストーリーラインとか、まあある程度はしっかりしてるんで、あの、見やすいんじゃないかな、とか、他のに比べると。ぼやぼやしてると置いてかれるぞ。そうなんですよね。あの、他のやつから入っちゃうと、損する場合もありますから、そういう意味では、これ、俺、僕、この作品からっていうのは、多分僕は、おすすめかな、と、いつも思ってますね。あと、まあ、あと、まあ、単純に恋愛物語みたいなところとか、そういうのも、ね、まあ、義読なりに、こう、例えば、その、整形もそうですけど、まあインタビューも答えてましたけど、この世の中にその確実なものはないんだみたいなことがこうメインテーマなんだと言ってるのとか、まあもっともらしいこと言ってますけど、けど、まあそうだね、みたいな。まあ例えばその恋愛も崩れゆくものであろうし、みたいな、まあ人間関係とかね、まあそういう話とかも含めて、まあ僕も結構そういうの好きなテーマの方かなっていうのもあって、絶対ないな。見ていただければ面白いと思います。僕もね、見た方はね、どう思われたかあれですけど。あの、さっきの整形の話じゃないですか、先生の話じゃないですけど、はい、他の患者さん相手してるときにいきなり予約もなしに入ってきた。入ってきましたね。あの、オペ中にも入ってきましたね。最中に。入ってきましたね。それはもう全然びくともしないじゃないですか。そうですね。全然普通にね。結構与えて。結構お面なんかも付き合いっこしちゃったりとかね。あれとか。一応患者さんの気持ちを分かってみるみたいな。驚いちゃったよ。
手術の真意をきっちり見せてて、そうですよね、をね、結構しっかりやってましたよね。黒い回し。うん、黒いシーンもちゃんと一番初めにドーンとぶつけてくる感じとか。ね、そうですよね。あの、初めて見た時の感想で、うん、その、この監督は、意図的に笑わせようとしてるのか、たまたまそうなったのかよくわからないみたいな、うん。そうそうそう、なんか本当ギリギリのところ。ギリギリのところですよね。これ多分だから、世界的にも多分その、僕あんまりいろんな映画そんなたくさん見る方じゃないですけど、うん、キム・ギドクっていう人は、ちょっと得意な監督っておかしいですけど、うん、多分、映画っていうフォーマットって結構世界標準じゃないですか。うん、どんな国でも頑張ったら、あの絵と、うん、まあ音楽と、あと、まあ映像とか映像が動くのと、絵とか映像と、あと、音かな、うん、?3 種類ぐらいかな、うん、のものを使った、あの、一応世界フォーマット、世界基準で言うと結構しっかりしたフォーマットの中でも、意外と面白いことを、いろんな人が撮れるはずって言ったらいいんですけど、うん、まあ、打って出れる。まあ、日本の例えば、たけしさんとかね、うん、松本人さんもそうだかもしれないけど、そういうところでは映画って最後のフォーマットかなとかって、なんとなく思ったりすると、この人やってることはかなり僕面白いこと、うん、俺多分この人すごい面白いんだと思うんですよ、多分ね。飲みに行ったりしたら絶対多分めちゃくちゃ面白い、うん、めちゃくちゃ面白いと思うんですよ、多分ね。だから、この人、ギャグではないんです。ギャグとかね、ギャグっていうかギャグ映画とか、うん、その、まあ、なんか映画をたくさん見てきて、何かエッセンスを何か入れてきたりとか、そういうの全然全くしてない割には、根っこからこの人多分天然で面白いんじゃないかな、みたいな、うん、その映画作りとかいう、なんか自分の中で発見した手法の中で、結構、なんかもう、世界的に一番面白いことやってるんじゃないかな、みたいなふうには僕も思ってるんですよね。正直に。だから、絶対の愛だけ見ちゃうと、そこまでは思わないかもしれない。そう。作品を追えば追ってみれば見るほど、あれ、この人ちょっと面白いんだな。ちょっとおかしくないですか、これ、みたいなこととかも含めて。すごいいいシーンのようで、すごいふざけてるような気がしますね。そうですよね。だから、結局物語みたいなのも語ってるで語ってなかったり、みたいなところとか、ほったらかし感とかも含めて、結構なんかこう、異端児だけでは済まされないですか。まあ、いろんな賞まで撮ってる、なんか逆に映画ってどういうこと、どうなってんだろうとか、逆に笑けてしまうみたいなところも含めて、こんなに真剣なのに面白いみたいな、なんかそういう要素がすごく中に詰まってるのか、まあだから結構逆ユーモアみたいなものをたくさん持ってるのかなと思いますけどね、やっぱりね。あの、ちょっと別の作品になっちゃうんですけど、うん、ワイルドアニマルで、冷凍の魚で、DV される女の子がいる、うん。魚で殴られる。で、それを、反逆で、その魚取って、彼氏を刺しちゃったのって言って、現場見たら、腹に魚が刺さってるっていう、そうなんですよ。それはね、松本人志さんも思いつかないギャグですよね、最大のね、ほんとね。だからそういうのもね、あえてぶち込んできてるっていうか、多分監督なんかがいろんなインタビューとかね、残ってると思うんですけど、結構その、面白い武器みたいなのは、毎回考えてたりするのかな、みたいなことは多分あるのかなと思う、初期の作品で。うつせみはね、ゴルフクラブ。ゴルフクラブは、ボールでとかね、あと、髪をきれいにして、悪い音とか、ね。ああ、そうですね。髪すごい良かった。すごい飛ばして、こう。めちゃくちゃおるんですよ。それ無理じゃないかなみたいな刺さっちゃったみたいな、だからありえなさそうでありえそうなみたいな、あれらへんとか、まあね、受け取り身不明とかだったらなんかまあいろいろね、突き刺さってる人とか、いろいろ突き刺さってる人とか、黒人の赤子の男の子が事故っちゃって、うんうん、田んぼに落っこったんだけど、八つ墓村みたいな感じで、そう、頭から刺さる感じとか、あれとかもやっぱりね、監督八つ墓村見てないと思いますけど、多分同じようなセンスとしては多分感覚、まあ、衝撃度の強い絵を撮りたいっていう思い一心で、面白いっていう方に受け止められてもおかしくないみたいな、そこはギドクを受容する部分で、ただ真面目とか、ただ何かこう、ストーリーが奇抜だとか、絵が美しいとかじゃなくて、単純に面白いっていう評価の方が僕は正しいんじゃないかなとかって思いますね、今見てて。で、結構連作で撮ってくれるので、パターンとかもまあ、マンネリズムも少しあってもあるなと思ってるんですけど、そこも含めてなんかもう面白い、この人を、いつまでもこの人の見てたいなみたいな思いがだんだん、ギドクファンとしてはね、出てくるぐらいこう、愛出る部分があるなと思いますね。あと、韓国映画界ってすごい、異端
というか、ね、うん、普段だとその映画学校を卒業して、そこからその映画監督になっていくっていうステップがあるはずに、全く別ジャンルから。そうなんですよ。軍人の、はい、中卒で軍人、そうか、キリスト教会に勤めるんです。その後、軍人にずっとね、軍人として十何年ぐらいやって、からですね、30いくつで、確か、パリかなんかに絵の勉強に行くんですよね。でそこでお金稼ぎのために、シナリオを書く。でシナリオ学校入って、うん、でも年下の同級生から全部教えてもらったりとかして、うんうん、で自分でお金借金して一作品とか作ってるんですね。そのワールドはね、マリーですね。結構なんかめちゃくちゃなストーリーラインで、そうそうそう、言ってるような感じがしますけど、今となってはね、結構なんかそのメジャーな監督みたいな語られたり、ね、いろんな賞も取られててね、すごいなと思いますけど。異端児扱いされてるんですよ。なんか、一説によると、韓国では嫌われてるっていう。そうですね、嫌われてるっていう方がしてますよね。なんかやっぱりあれ、コーストガードとかで、その軍隊の、言ってほしくないことを言われてるとか。あとね、悪い男が一番初めに跳ねた時に、やっぱり結局すごい批判をまず受けてるんですね。男尊女卑っていうか、いわゆる、その、まあ、暴力、女性が暴力を振るわれるシーンが多かったりとか、こんな愛があるかみたいな、みたいな言われ方、まあいや、キム・イドムの仕掛けにはまったという言われ方も正しいので、それですごい動員が伸びて、っていう、まあ映画、評論家会からまず追い出されるみたいな、と、あとは、その韓国のその映画ビジネスみたいなものに乗っ取らないみたいなところがあるので、そこで、なんていうか、映画界みたいなところで大卒卒業して、普通にみんな監督になっていくっていう道とは違う、そのインディーズ魂みたいなところが嫌われちゃったりしてるのかなと。だから向こうで動員はそんなにね、ない方なんですね。今回、嘆きのピエタは賞を取ったので、大きいね、金獅子賞、ベルマン映画祭でしょって、取ったのでね、たくさん上映するはずが、その上映やめたりとか、あとやっぱりその、なんでしたっけ、ウェブルとかを叩いたんですよね、確かね。あ、そうなんですか。なんかインタビューでね、あんなの、まあ、商業映画みたいな、あんな面白い、そつまる、まあ、ウェブルとは言ってないですけど、ああいうポンジュノみたいな、ポンジュノ監督みたいな、エリートが撮った、あんなよりは俺の方がいいみたいな感じのことを、なんかその、揶揄したり、言ったみたいなところで、急に、まあ、テレビ界、まあ、映画界っていうか、その、まあ、ゴシップネタとして、なんかいろいろ責任を取って、一回辞めるとか言ったり、まあ、そういうのがあったりとか、いろいろあるみたいですね、向こうでね、事情としては。もう韓国映画って国策で作ってるんですよね。あ、そうですね、そうですね。この枠からももう外れてるような。そうですね。だから、ピーターも上映館せっかく増やしたのに、もう全部やめろって言ってやめさせたりとか、それは他の若い監督とかが、もっとその商業映画じゃないインディーズの監督がもっと映画館を埋めてほしいからって思い、まあ逆に言うと、それまでの作品とかも流したいけど、そういわゆる韓国の国策みたいなでかい商業映画が全部埋まってるっていうのはおかしいみたいな、そういう話とかもあるんですよね。バンジュノとはね、馬が合いそうないですよね、うん、まあ、ね、そうですよね、なんかね、やっぱりね、ヨーロッパの方で受け入れたのが好きだったのか、ね、そうですよね、多分ね、うん、だから俺春夏秋冬でしたっけ、あれがなんかドイツとの合作かなんか であれもちょっと小さい賞かなんか取ってるやつね、その辺からだんだん向こうの方で目が出てきてるんです、たくさんのさ、オファーっていうか、いっぱいお金出す人とか、そういう方がたくさんついたりとか、まあまあ、今はもう韓国でも認めざるを得ないみたいな状況まで来ちゃったのかなと、実績がすでにできちゃったっていうところがあって、で、初ですもんね、だってね、韓国の韓国人として、多分金獅子賞とかもらう。そこら辺もね、来たのためでしたっけ、すごい似てますね。似てますよね。だから、その感覚がちょっとそういう似てるのかなと思う。やっぱり、本筋はやっぱりどうしても行きたくないタイプの人なのかなとかね、そういうちょっと曲がった性格みたいなところも含めて、可愛らしい、可愛いがあるというか、顔も可愛いですよね。うん、正直、ビーバーみたいで可愛いなっていう思いながら。内原兄弟の兄さんも結構してる。そうそうそう。そうですね。うん、絶対ないのコメンタリーとか、あ、見ました。でも、やっぱり自分の顔にコンプレックスがあって、みたいなことは言ってて、まあ、どうしてもこう、イケメンとかと比べると、俺はもう、それでしょっちゅうしてないから、みたいな。そうそうそう。すごい、その、そうですね。不細工側としては、ね、合格がある。僕もだからね、結構、こんな、まあ、ワンピース描いてる人が結構不細工。
サイドみたいな感じで、ね、話あるじゃないですか。僕あんまその詳しくは見たことない。それで留飲を下げるみたいな。あいつすげえけど顔は不細工なんだな。だから不細工頑張ってるっていうの嬉しいじゃないですか。世の中で。だから逆に不細工とかそういうコンプレックスでそういうものとか作らないと思うんですよね。逆に言うとね、なんかまあ音楽もそうですし、映画なんかもそれの一つのあれなのかななんて僕は思ったりしますから、ね。そういう意味では世界をこう席巻してる、まあ韓国ってまあかなり小さな国でも、あのこんなビーバーみたいな顔の人があのある視点賞とか撮ったりとか、つまんない自撮り映画みたいなんで撮ったりするのは僕は快楽に近いというか、あの男子、そう男子としてもなんかこのなんかこうそうですね、嬉しさっていうのありますよね、なんかね。夢があるんですよ。夢が詰まってる。だからあのもしまだ一回も義読作品見てない場合は、さっき義読の顔を見てからでもね、あ、これどこ撮ってるんだと思ったらじゃあ見れるかなみたいなのもあるかもしれませんし。そんな高尚な顔じゃないですかね。ね、そうなんです。難しそうな顔のね、フランシスコッポラみたいな、あんななんかこうね、頭良さそうみたいな顔してやってるわけじゃないし、いつも通りなんか普通の黒い格好でね。日本にそこら辺にいそうなね。そうなの、そうなの、そうなの。飲んでるみたいな。そうそうそう。飲んでる感じ。いそうです。普通に飲んでそうですよね。うん。何回か会ってますよね。会ってます、会ってます。あの、後ろなんか結んでね、髪の毛ね。なんか50か60年の下側までね。いますよ、そういうおじいちゃんね。うん。あれに近いですよ。気楽に。うん。が、こう、なんていうかな、この映像美で見せるみたいな。才能を30何歳ぐらいから。急に一人で頑張ってやったっていうのは結構すごいなぁと思いますよね、なんかね。あとちょっとさっき名前出ましたけど、初期北の映画作品を好きな人は結構ハマりやすいんじゃないですか。そうかもしれないですね。なるほど、あの、かなり言葉とかセリフ削って、シチュエーションだけで見せるっていうのが、かなり使ってます。得意ですよね、結構ね。主人公にはもうなるべく喋らせないようにして、周りの状況とか、ね、関係のちょっと薄い人とかにセリフで、まあ、割となんか、すごいちゃんとした、そうですよね。脚本の作り方ではあると思うんですけど、ね、だからそれの、そうですね、だから、うつせみっていう別の作品なんか特に顕著ですけど、あれはすごかったですね。ね、あれなんかやっぱり、だから、そのためだけに考えてるアングルとか、だから映画とか、映像を志す方とか見たら、すごいなと思うんじゃないのかなって思いながらね。漫画のコマとかってもっと意外と、性的に見せることってでき、動的にもできるけど、と近い、また違うっていうのかな。やっぱ映像で静かで、あんまり動かないで喋らないで説明するって結構難しいんじゃないのかな。そのトーキーとはね、このなんか違うような、なんかその不思議感は、うつせみなんかにあるのかなと思いましたけどね、なんかね。うん、勉強になるんじゃないかなって思いながら、技術力よくそこまでね、でもすごい、あの確かコメンタリーも僕も見ましたけど、あのオプセミなんか結構そのために考える考えたみたいなところがたくさん、まあ一個の あの発明に近いですよね、多分ね、映像世界の中でね、一個捨てちゃうっていう、セリフ捨てちゃうっていうね、気づいちゃったみたいな、うん、まあ得意な上手だなあれも結局空き巣というか何を取るわけでもないんですよ、ないですね、そうなんです、一切その説明も何もない、何もないんですよね、いろんなとこに行くだけって場面がコロコロ変わるだけっていうね、物を直してね、うんうんうん、で最後よくわかりませんしね、あれはね。一応なんか家庭の関係も直して、そこに居座るみたいな。そうですよ、そうですよね、うん。そう。ね、あの壊れてた鉄砲をね、直してたりとかね。あれは、だからあれもなんか懐かしかったですけどね、あれね、おもちゃの鉄砲だったりするんですよね。そう、もう一回見たくなっちゃう。あと、ま、あの、体重計とかね、直したり。あの描写良かったですよね、二人で。そうですよね、あれ、うん、重いから一周して軽くなってるみたいな、うん。そうなんです、そう。あれ結構なんかあの時に、ヒドックはなんか確か、ドイツの映画祭かなんかに呼ばれて、コンペで出したみたいなんで、その反応が面白かったって言ってましたね。あそこで結構拍手喝采みたいになって、びっくりしたみたいなこと言ってましたね。ちょっと、うつみのその最後のセリフで、はい、私たちが住んでるこの世が夢なのか現実なのか誰にも分かりませんっていうセリフがあって、はい、これあの、僕、立川談志師匠大ファンなんですけど、あの、イリュージョン説っていう、あ、なるほどなるほど、うん、東京ポッドプロジェクトの中でもよく出てくると思うんですけど、ね、ちょっとリンクしてるなと思って、あ、なるほどな、そうか、そうか。で、まあ、ちょっと絶対ないかな、ちょっと思っちゃうんですけど、はい、あれも最終的に、
ループしてますね。そうですね。ループしましたね。あれもちょっとイリュージョン的な感じで、ラフグにちょっとのっぺらぼっていうネタがあったんです、はい、結構それも似たような感じで、はい、こまものやが夜あの秋から帰ってくる途中に、はい、まあ、娘さんが泣いてるんですよ、うん、でどうしたのって、それをのっぺらぼうで、うん、で恐れて今度蕎麦屋の方が来たんで、うん、そこに行って助けてくれてた、それものっぺらぼう でそれが夢だったんで起きたら今度おかみさんがのっぺらぼうだったっていうのを、でそのまま一回それが夢だったってまたおかみさんがのっぺらぼうで、そこからずっと無限ループしてるんですよ。で顔っていうのと無限ループを思い出したんですよ。絶対のあれ、そうかそうかそうか、とにかく落語からもなれ、もしかしたらもしかしたらイリュージョンとかも、うん、ギドカテなんとかみたいな、ね、そう感じで、あれですよね、そのそう人間の業をね、肯定するっていうところで言うと近いかもしれませんね、もしかしたらね、韓国の男子みたいなね、そういうポジションがあるかもしれませんね。あんまり真人間出てこないやつ、ね、そうですね、なんかね、うん、そうなんですか、知らなかったで、その現実と夢が区別つかないですね、はい、まあ、弓とかでも一回どっか行っちゃった弓が時空を超えて戻ったりとか、そうですね、そうですね、最後のあのエアーセックスみたいなシーンね、はいはいはい、あれも良かったなぁ。そういうちょっと飛躍した、そうなんですよね、飛躍した表現みたいなね。ね、うん、だってそうですね。セミもそう、最後のあのシーンね、最後のそのよくわからない武術みたいなね、技術を。春夏秋冬春夏秋冬とかでもなんかあの、うん、お師匠さんみたいな人が、ね、お師匠さんがやっぱ船を引き寄せちゃう。そうなんですよ。あれもいいですよね。この人超能力使えないんやみたいな、そこしか使わないんですよ、ね。そう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 。だからだんだんできるようになってきたみたいなね。あそこにずっと住んでたらみたいな扉もね、回ってこう開く。なんかもありましたけど、あれもね、開けてたりとかね、実は。なぜか、憲法の極意みたいなの持っててね。うん、そう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 、あれもよくわかりませんけどね、あれをね、義徳自身がなぜか演じるっていうね、晩年期をね、あの青年の晩年期。本当に僕も、絶対ないの回で申し訳ないですけど、シュートめちゃくちゃ面白くて。はい、だからもう、まあ、あれをね、そう。絶対ない見て、すげえ面白かったんですけど、そのやっぱ、翌日くらいに、シュート、彼らだけですかね、そしてまず、で、徹夜明けのボロボロの体で見たらめちゃくちゃ面白くて、ちょっと白風の状態もわかりようかなと思ってたんですけど、そう。だから僕ね、あの、春夏秋冬も大好きなんですけど、最後の あのアリランが流れるシーンがあるから、あそこで必ず寝ちゃうんですよ、あそこで寝るんです僕は、ね、うん、あそこで一回絶対寝落ちするっていうね、最後までいけないんですね、だからよかったね、あの本当皆さん見てほしい、あそこの、ね、あの山登りのシーンが、ね、きついんですよね、それまでは全然大丈夫なんですよ、あそこですぐ寝るの、あの曲が流れると、うん、気持ちよく寝ちゃうんですね、絶対毎回ですよね、越したことない、あそこ、うん、うん、あそこまでは覚えてるんですけどね、いいシーンが、あの曲の最後のあの辺がよくわかんねえなと思いながらいつも寝ちゃうっていうね、落としどころとしてね、まあもう歌をね、そうそうそう、高らかに歌ってくれるんですけど、ええ、かっこいいし、うん、そうね、だからあの仏像を下げてね、どっか山とか登ってみたいなとか思いましたね、僕なんかね、やっぱり一回ぐらいは。唐突でしたもんね。唐突ですよね、あれもね、なんかよくわからないですよね、本当ね。不思議なシーンが多かったです。あれも結構よくわからない、ね、ですね。包帯を巻いた女性が来ててもね、顔を見せないとか、まあ、絶対ないとかと含めても、リンクする部分みたいなのもね、多分絶対あるのかなと思いますからね。でちょっと今回、ポッドキャスト収録に際して、はい、ちょっと短期集中で、キム・ギドク作品を私見たんですけど、最初のそのイメージの印象で、この人めちゃくちゃ怒られちゃうのかなと思って、ああ、なるほど、なるほど。バックボーンを考えて。バックボーンを考えて、そうですね。脚本で、やっぱりどっかで自分の分身みたいなのあるじゃないですか。これむちゃくちゃ怖い人かなと思って、まあ、唯一ある自伝というか、特集本ですね、はいはい、それを読んだりとか、あと、アリアノっていう映画があるんですけど、一回ね、あの、ヒムの後開くんですよね、はい、ちょっとね。2011年ですかね、これ。で、ちょっとそのヒムという映画の事故を起こしかけて、うん、それからちょっと映画撮れなくなっちゃった、うん、そうなんですね、うん。で、そこで一人、山の中にこもってこもって、はい、うん、で自問自答というか自分でカメラを備え付けて自分の、そして一人でずっと喋ってるっていう映画があるんですよ。そうなんですよ。それを見た時にすごい印象変わったんですよ、ね、うん、分かりました、やっぱりあそこでガラッと、
やっぱりこの人も普通の人間なんだとか、作り手独特 の、 あの壁にぶち当たる時ってあるじゃないですか、うん、今その真っ最中を自分でも撮ってるのかな。そうなんですよね、あれはよくできた映画でしたよ。で、一人二役やってるんですよ。一人のキム・ギドク、もう一人のキム・ギドクは、うん、あの影のキム・ギドクと無理やり影だけ映してとかね、赤ギドクとか青ギドク、そうそう、赤ギドクと青ギドクがね出てくるんですよ。そうなんです。すごい。あれを見た瞬間本当、うん、あ、この人のもう一個奥を見たっていうか、うん、そうですよね。ただこれはなんか評判良くなかった。そうですね、評判良くなかったんですけど、ね、あのこれある四天将観念を抑え具合で取って、まあ、大復活ということになったんですけど、で楽しみにしてね、ですね、やっぱ2000、ヒムから空いてましたから、ヒムが終わってやっと次見れたのがこれだったんで、映画館で僕ドリームを抜かされて、ここまで面白くなっちゃったかと思って、僕すぐあのパロディ映像を作ったんです。未知のアリランっていう、後で YouTube に上がってますから、ね、よかったら見てく。まあこれアリラン見ないと意味がわからないんですけど、僕なりに未知のアリランっていうのやってみたんですけど、やっぱりそう面白いなと思って、この人だってあのやっぱりその先ほどね、あのザトウジさんが説明あった通り、やっぱり撮れなくなっちゃったっていう振り、振りですよね、まあ、この振りなん、まあまああの漫才で言うと振りがあって、だからそれは本当に事故、あの女優が一番最後のシーンで、あのヒムの最後のシーンで首を吊るようなシーンなんです。その時本当に数秒間本当に宙吊りになっちゃったことが、あの事故、その自分がその映像とかその作品をの世の中を生み出す時のために人の命を奪いそうになっちゃったっていうので、悩み悩んでというようなこう前振りがあったんですけど、中見るとそんなにね悩んでないっていうか、楽しそうなんですよ。そんなにね、山奥に住んでないんですよ。すぐね、割とふもと、割と下に行ったら、あの、すぐラーメンの、お袋ラーメンと買えるような。富士急入らない。そうなんです、そうなんです、そう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 。そんなにね、山奥にしてないんですよ。で、しかも映像、そう。目の下に、あの、民家ありました。民家ありましたもんね。そんな、だから俺前振りがすごいから、俺相当悩んだんだろうなと思って、やっぱ本当にもう撮らないのかなと、もう、ひどくもう無理かななんて、もう俺本当に楽しみに、だんだんやっぱその実は絶対な愛以降って、そのブレスキムってだんだんやっぱりちょっとなんかその作品の質は落ちてるなっていうのはね思ってたんですよね。でそれでその中で、あのやっと出てきたアリランがこのめちゃくちゃ坂加減っていうのがね、ものすごく良かったんですね。意外と余裕自適じゃねえかみたいな感じもして、だからこれよかったらね、もう順番に見てってアリラン見てる、見るのがねすごくいいと思う。そうなんですね、未知のアリランっていうのをあの YouTube で検索すればすぐ出てきますので、そこまで合わせて、合わせて、そうなんですよ。それもね見てほしいなと思いますけどね。アリランのねスタッフロールが全部キムギドクなんですよね。そう、カニ、そうなんですよ、主演制作さん、嘘つけこの野郎みたいな、ね、だけどこれで賞取れるっていうのはね、やっぱりもう世界のギドクなんだなと思いますね。本当に、いや本当すごい人です。監督やりたいって人は多分全部自分でやりたい人になるんじゃないかなと思ってるんですよ。そうなんですよね。だからこの中でも言ってましたけど、その怒る演技は誰でもできるんだみたいなこととかも含めて、自分の中でなんか自分の映画のみたいなのを少し語ってたりするんですよね。あの義読が悩んでるっていう体でどうしても1時間尺ぐらいにはしなきゃいけないので、あの無理やりなシーンとかすごい多いんですよね。ですごい泣いてるシーンとかうんこしてるシーンとかいっぱいあるんですけど、食べたりね、寝たりよくわからないし、あのこの中でもねやっぱりね、ちゃんとあの義読が得意な、あのいわゆる、あの覚えてますかね、なんかキャンプのキャンプ、なんていうんですかね、あのあれテントの中に入って出たり、はい、こういわゆるなんかその境界線みたいな、はい、扉みたいなものがこの人得意だと思うんですけど、この中でもやっぱりやってるんですよ、ネタ。そうなんです、山小屋の中にテント張ってる、テント張ってるんですよ、小屋の中に、で開けたり閉めたり誰だみたいなコンコン誰だって、うん、もう一人コントみたいなのがあって、これ絶対見てください。本当にあの多分春夏秋冬より簡単だ、春夏秋冬ではあの扉っていうのは結構重要な役目がありましたね。そうなんです、完全に青空のロケーションに扉が一個あって、扉がポッと、最高です、最高です。なんかあの箱庭世界みたいな得意な、あの人が作るあの小さな世界の中で扉って得意なんだろうなと思って、まあうん、なんかね悪い男だとこう例えば鏡越しに見るみたいな小部屋みたいなものとか、絶対の間とあのまあ整形する時のあの整形扉とかね、あのいうのは全部
繋がってんのかななんて思いながらいつも見させてもらって、ほぼギャグですけどね。アリナに関してはね、ほぼ一番あれですね、春菜ちゃんのラストシーンを見て、そうなんですよ、一人で泣くんですよ、うん、これいい映画だ、いい映画だ、最高だな俺みたいな俺だから俺、いや本気しかも自分も出てますからね。そうなんですね、だからなかなか自分が出て自分が出てる映画を見て、自分の出てるところ全部自分なんです、全部自分なんです、俺が出て俺が撮って俺が見るっていうね、もうすごい世界を、そう、そんな監督いないだろうみたいな、世界的に見てもね、俺が褒める、でしかも俺が褒めて俺が作品だみたいな俺が全部撮ったみたいな、それで話は撮る、そうなんです、それでよく分かんないんです、だからなんで世界が認めたのかみたいなよく分かんないですけど、だからやっぱこう映画、さっきも言いましたけど、映画ってフォーマットの中で一番今遊んでるっていうか、気のいいバカしてるのはこの人だから、俺ね、変にお笑いなんか学んでる人なんかは、まあ一応言っちゃあれかもしれないけど、お笑いの勉強するよりも俺義読見た方が絶対面白かったと思いつくんじゃないかなとかね、変な中途半端なシュールコントとかを作るよりも、よっぽど義読みたいなことやった方が世界に跳ねれるの、要はお笑い業界の中で何とかするんじゃなくて、映画ってなんかそういう魅力、夢詰まってるなっていうのを、魅力のアリナの中では感じますよね。こんなんでいいんだみたいなのを含めて、俺、笑いながらちょっと見てましたからね、もう嬉しくて嬉しくて、久しぶりに動く生義読をずっと見れるってなんだこれみたいな。出ずっぱりです。出ずっぱりですんですよ。気持ちいいのか気持ち悪いのかよくわからないみたいな。自分好きが溢れすぎてる感じが、すごい。だから逆に、本当は、今回のピエタとかね、まあもちろんそのちゃんと、本があって撮ってくれるのが一番嬉しいんですけど、やっぱこういうアナザーなんか付録的なものも含めて、人生をなんかこうちゃんとその中に反映させながら自分なんかこう面白がってやってるのがすごいなっていうのがね、他の映画館とまたちょっと違うのかなっていうね、いわゆる映画ビジネスじゃなくて人自体がもう面白いっていうのが魅力 のパーツとしてまずあるのかなと思いますよね。そういうのがはみ出るというかにじみ出てる、そうなんだから結構まともな、例えば宗教的なこととか、まあ、今回だとそのキリスト教の、まあ、何か掟というか教えというかものとかいろいろ描いてるようで実は描いてないみたいなところとかもなんか難しく語られがちなんですけど、これはもうリラックスして見てほしいなとは僕は思いますけどね、本当に ね、その楽しませようみたいな、そうなんですよ、映画としてちゃんと面白い、そうな根底にあると思いますよね、多分ね、だからアリランなんかね本当おすすめなんで、一番初めに見ない方がいいと思います後半に最後の最後に見るのがねいいと思います、あれちょっと議論面白くなくなってきたなっていう時ぐらいに見るのが一番いいと思いますね、やっぱり面白い、やっぱりこいつ面白かったっていう、うん、だから相当好きじゃないとここまでいかないと思いますけど、でももう義読好きならもう義読大好きってなったらこれ絶対見た方がいいと思いますね、あと通して見てると、はい、水辺シーンがむちゃくちゃ多い、そうですね、水もだから一つの あれですよね、なんか何かと何かの境を表せるのかなみたいな、ワニの中で、はい、ワニが一番初めの映画ですけど、ワニでまず水辺のまあハンガンのそば、まあそれでハンガンでグエムルのとちょっとかけていったみたいなんですけど、まああれもだから水辺に住むとか、人とそのまあいわゆるこのなんだろうな、ヒエラルキーというかそのカーストっていう人の中の存在として古事記みたいなものとか、まあ盗人みたいな人とか、カルマが人低い人たちとか、そういうものとかこう、なんていうか、世界と区切って見せるときに水を倒用するのかなと思いましたけどね。絶対ないですよね。彫刻公園っていうところで出てくるんですけど、はいはい、それがね、そうですよね。潮の満ち引きでロケーションが変わるところに彫刻があって、はい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 、登ってずっと待ってると潮が満ちたり、そうなんです、下がなくなって水になってる状態とかね。あの使い方も、ね、うん、上手ですね。すごい上手だと思います。あとその、魚トンネル女っていう作品もあるんです、はい、それも完全に釣り堀の映画なんですけど、釣り堀の向こうの釣り堀って、まあ、日本の釣り堀と違ってなんか、まあ、ボートの一種なんですけど家になってるんです、あとお写真見せますけど、うん、はい、それが浮いてる湖みたいな、まあ、それも水の中にまた一つ村があるみたいな、それがまた春夏秋冬のお寺水の上に乗ってましたよね、ああいうものとか、 なんかやっぱこう何かと隔絶された世界みたいなところを描くときに水大好きなんだろうなと思いました、ね、もう海もそうですし、海もそうですし、あれもまあ水の上の物語ですよね、得意なんだなと思います、
まあ、嘆きのピエタのラスト、川沿いのところに死体を、うん、そうですね、っていう、色の、変な色塗られた死体がね、埋められるシーンがありましたよね。悪い男だとラストが海辺の。そうですね、あれも同じ、あそこもね、そうです。もう一個悪い女っていう作品もある。あれも同じような会社で。あそこ行ったことないんですよ。行きたいなって。ロケの話しましょう。では、ちょっとね、先ほど、ねはい、前半の方でちょっと、韓国旅行に行ってきました。そうなんですよ。せっかく今、絶対の愛のね、その直行公演の話も出たので、僕が行った時はちょっとね、データが古くて、すごい遠回りして行ったんですけど、本当は、このまずね、ペミクミ直行公演って言って、はい韓国ってソウルに、金浦空港っていうところ、インチョン空港っていうのがあるんですよ。で、どっちにも日本から飛んでるんですけど、そのインチョン空港の近くにある、ヨンジョンドっていう、でかい島があるんですけど、近くにあるモドっていう島の中に、ある彫刻家、まあ一人なんとかっていう彫刻家が作ったエリアがあるんです。結構行くのはね、大変です。劇場でもフェリー乗って。そうですね、だから僕もフェリー乗って行ったんですけども、フェリーもね、基本的には英語対応とかしてないので、ハングルまず僕読めませんから、はい、これ行った、ね。あ、手のひらの。手のひらの、絶対の愛で、よく、はい、まあ、パッケージとかになってます、はいはい、手のひらのシーンありましたね。ありました、ね。この彫刻がこれ、無理やり撮ってもらったんですけどね。近くに歩いてる。本編だとこの奥に階段が。あ、ありましたね。もうね、錆びて、もう倒れちゃってるんですよ。ボロボロなんですよ。しかもこれね、本編の何でしたっけ、コメンタリーでもありましたけど、はい、コメンタリー制作のメイキング映像でもあったけど、移動できるようになってですね、近くにクレーンがあって、そうなんです。結構いろいろ位置変えるんですよ。だから本当に行った時も全然位置が違うっていうか、もっと海沿いだったと思うんですよね。だからもっとこのなんか野原にあって、なんかすごくそれはちょっと調べたんですけど、そうなんですね。だからもう結構錆びついちゃってる感じなんですよ。でも本当に一人旅行だって、ちょうどね、阪神じゃねえや。東日本大震災の後ぐらいの時で、そうですね、2000で一人旅で僕ちょっと行ったんですね。だからまあ放射線の話とかね、まあ一人なんで、まあこういろいろ写真撮っててですね、これはラジオでは通じないんですけど、まあこの細い階段あるんですよ、このね、地下鉄、この駅がね、大学街なんですよ。で、この中にコーヒーショップがある、はい。っていうのをこの中で、ジオシティのね、これなんていうサイトだったかな、バットバツマルさんじゃなくて、バツマルさんのなんかロケ地訪問みたいなやつがあって、それを見て僕行ったんですね。で、ここにあるよって言われたので、この、ルーム&なんとかっていうコーヒー屋さんがあるんですけど、これもうなかったんです。はい、僕が行った時に。これまあ2007年で、2006年に撮ってる映画で、僕行ったの2011年ですから、なかったんですけど、松丸さんが行かれたんですね。行かれたんですね。だからね。で、まあ、その街をこう、まあ、撮りながら歩いてね。ね、まあ、この時はまあ、ただの遊びですよね。ぐる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 やっとって、何も得るものがなく、帰ると。人の写真ばっか撮りながらですね。だとこれ一応なんかこれやっぱ震災直後ですから、やっぱこう、日本の皆様、負けずに頑張ってくださいとかね、こういうのを見たりとか。このまま寝るのも悔しいので、なんかいろんなとこ行こうと思って、電車に乗ってですね、まあ悪い街に行くのを繰り出していたんですけど、その次の日の朝からですね、朝早起きして、東インチョンっていう駅から行ったんです。これ実はこれ行き方としては間違ってまして、今は、黄色の新しい線路ができたんです。インチョン空港っていうのがね、ここなんですよ。ここなんですね、はい。で、ここの2個先の駅に、うん、なんて読めますかね、ごめんなさいね。雲在みたいな駅があるんです、はいはい、そこからバスが出てます。はい、で、わかんなかったら、こっから、3目でした。3目、パッセンジャーターミナルに行ってくれって言えば、なんとか通じると思います。そこが、フェリーです。フェリーの乗り場ですね。このフェリーですね。こんな感じのフェリーが出てる。で、3つの島を行くフェリーなんですけど、はい、2つ目の確か島を降りると、ヨド、はい、という場所で、さっきの絶対の愛の。彫刻公園。ほら、ほら、こういう、見たことあるんですか？やってた。やっぱりやってましたね、カップルで。カッパエビセンみたいな。カッパエビセンみたいな、向こうのカッパエビセンで。カワビリアやってる。そうなんですよ。やってるんですよね。やっぱやってて、ね。
まあ、カップル見ながら、僕一人ですから。寂しい感じですね。これ、完全に隠し撮りですよね。絶対ないの、一コマに。そうです、見える感じね、そうですね。で、着いてからすぐ場所が彫刻公園があるんだって、バスに乗るんですね。で、バスに乗った時に、どこで降りていいかわからないので、僕、この紙を持ってったんで、ここに行きたいんだって、はい、向こうの韓国人の、まあ、ちょっと英語も喋れる人がいたので、はい、聞いて、じゃあ、この俺が指示してやるから、はい、そのバス停で降りろとか言われて、降りた場所もね、意外とこの彫刻がないんです、はい、で山の中に降ろされる、はい、やっぱりこう夜とかもう行ったら泊まるとこがないので、はい、朝早くから行って、もう、はい、この時点でもう、めちゃめちゃ腹減ってですね、1時ぐらいだったんですよ。はい、飯食うとこねえし、はい、このバスに乗って、やっとこさね、降りて、はい、歩いてて海岸沿いが見えたら、ここかなーってとこに、こういうのが見えてきたんですよ。これ絶対これだわ。ここでやっと来た、こっちだわ。まだ道しるべとかもないですから、もう全然わかんなくて。ちょっとラジオ聞いてるから、はい、そうなんです。これ絶対ね、見た人はね、これまた後でね、裸足の原日記っていうのがね、はい、これ空港でね、このね、はい、エア、飛行機が飛んでる下にこのね、はい、ありましたね、この中に入ったらいなくなっちゃうね、はい、この貝殻。この彫刻もいちいちおかしかったですよね。そうですね、これとかもね、ね、なんかありましたよね、なんかこれ。エロくて面白い彫刻ばっかりあるんですよね。熱いわ、みたいな。うん、みたいな、よくわかんない。ちょっと非公感的な。そう、これありましたね、こう。ありましたね。青。犬に噛まれる。カジョンがこう、ちょっとこう、打ってて、犬に噛まれる、おちんちんね、ここに、なんか彫刻とか。で、こんな感じですね。ずいぶんボロボロですよね。この階段がだからこう倒れちゃってる感じでね。この辺もだいぶ錆びちゃって。で、ここに台座があるんで、多分どっかこうクレーンで持っていけるんですよ。ね、これは今見えませんが。そうなんですね、こういうのもあって。これもありましたね。ありましたね。よくわからない犬が、メニューが。汚い犬がいっぱいいたんでね。ものすごい雑種ですね。でも腹が減って仕方がないので、もう売店なんですよね。この中に入って、すごい高いポテトチップスを買って、次のバスを、2時間ぐらいのバスを待つみたいな。で、バス停って、そんで、これ、やっとこさん、また、なんだ、ターミナルですか。フェリーターミナル届いて、もう、なんとかの思いで買ったたい焼きね。もう本当にお腹が空いて仕方なかった。もうそれぐらいもう二度と行きたくねえなぐらいで遠かったんです。これもほら、サンダーボールをやってる。帰りはこのタイプのフェリーで帰ってくるんです、ね。子供がサッカーやってる。そうです、そうです、そうです。ね、お互いこう、ボールをね、パスし合う、画面ですね。こんな感じです。あとは普通の韓国旅行をね、満喫していますけどね。はい。そうなんです。楽しいですよね。この辺からだから僕ね、韓国を好きになって、一人で行くようにまでなっちゃったんですよね。ありがとうございます。いえいえ。これ貴重な話。はい。もしね、あれです、裸足の原日記の方を、ね、見ていただければね、いいと思いますけどね。ありがとうございます。我々もちょっとお供させてもらって。そうですね。だからもしあれだったら、まずこのね、松丸さんのロケ地巡りみたいなやつを頑張って探してもらえれば、いろんなところ載ってますから、行くには便利かと思います。はい。もうちょっと知りたい、監督のこと知りたいっていう、はい、その唯一あった本を読むぐらいしかないですかね。そうですかね。意外に、パンフレットの世界。そうなんですよ。パンフレットがね、あんまり出てないんですよ、ね。情報がないんですよね。そうなんですよね。唯一コメンタリーとかね、DVD レンタルしても多分ついてると思うので、そういうの見るのが多分監督の横顔というか、ちょっとどういう人なのかなって知りたかったらそれが一番いいのかなと思います。一番唯一出てるのはこれだけなんですね。ちょっと古い本なんですね、だけどね。ビドクの世界。はい。野生もしくは食材の焼き方。よくわからない。これ韓国で出たやつの略語版みたいな感じなんで、結構いい値段なんですよね。これね、2000円か5000円くらいですね。2800円ですね。だから買うにはちょっと大変なんですけど、この中に唯一韓国の中で、義読を評価している映画評論家のなんとかさんという方が来られて、その方との、インタビュー集だとか、あと、実際義読がその映像を自分の、お金を借りたりとか、いろいろしながらやって、誰の映画監督さんとか知り合ってとか、サクセスストーリーと言っておかしいかもしれないけど、映画監督家として、ずっと、改正していく姿なんかが少しデータとかも含めて持ってたりするんで、これが一番いいかなと思いますけどね。資料が本当少ないですよね。
なんかこう、キムギドク情報ね、あとね、ヤフーのブログを書いてる方がおられる、ちょっと今名前が出てこないと申し訳ないんですけど、韓国で映画の勉強されてる日本人の方がブログを書かれてて、その方が結構素早い韓国映画情報を流して、まあ、日本語で流してくれてるので、なんで検索すればいいかわかんないですけど、ギドク韓国映画修行ぐらい検索すれば出てくるかもしれません。その方のブログとかすごく参考になります。向こうのニュースなんか知るには手取り早いかなと思いますね。なかなか日本語訳したニュースっても流れてこないんでね。映画ニュースでね。で、今、2013年11月上旬ですけど、はい、ついこの間、日本に来日してましたね。そうなんですよね。国際映画祭で。はい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 。で、なんかあれ、レッドなんとかって、レッドファミリー。そうですね、新作というかなんかあれでしたね。脚本かなんかやってて、監督は若手の方に、なんかそんな話にですね、若手を育てる的な感じで、なぜか本人が来てるんですけど、確かお金出したのがプロデューサー業か、脚本業か、そっちの、なんかそういう感じですね。だからちょっと最近そう何作かそういうのありますね。ギドク脚本みたいなのを出してるんで、それもまあギドクファミリーみたいな映画として、見ると面白いのかなと思いますね。なんかその、やっぱ、いろいろアリラの中で全部は言ってないけど、やっぱり何人か弟子みたいなのが、まあ弟子を志願してきた、監督さんもデビューしてるんですけど、まあ何人かがその、いわゆるギドク嫌いな、商業主義的な韓国映画の中に入ってった。まあ、成功するためにはそれも一つの手だと思うんで、僕は全てはちょっとね、否定することない。まあ、ギドクからすればそれは裏切りだみたいなことで、結構その恨みつらみみたいなものが最近のこの映画撮ってない時期、またアリランの中でも少し話してるんですよね。ちょっとゴシップネタっぽいんですけど、だけど僕、長木のピエタ見た時にも、なんかこうセリフ誰に向けてるのかなみたいなところで、そのあるその裏切られた弟子っていう言い方ちょっと変かもしれませんけど、に対してのメッセージかなみたいなのも何個か見受けられたかな。ちょっとうがった見方ですよね。ありました。だ大きい蔦屋さんとかに行けば、はい、多分、まあ、地方でも大きい蔦屋さんに行けばなんとかなるかなとは僕は思うんですけど、ね、ぜひまだ特に韓国映画って入り口が少ないですからね、もしあれでしたら、そうなの、なかなか入っていく機会がないと思うので、ビデオ屋でもどかしいのか韓流って書いてあるところですか。そうなんですよ、テレビドラマの、ね、そうなんです、ヨン様中心で終わってるだけのがありますよね。ちょっとしか置いてない、そうなんですよね。だから義読作品をなかなかそんなにすぐ接種できるってなかなか難しいかもしれないですけども、アマゾンでも売ってますしね、まあ、もしあれでしたら興味が出たら見てほしいなと思いますので、僕もね、既読ファンが増えたらなと本当に思ってます。今年、嘆きのピエタで。嘆きのピエタ。はい、久しぶりの復活の、嬉しかったですけど、ね、久しぶり。見ました？皆さん見ましたか、ね、はい、私は見ました。どないでしたか、ね、面白かった。ほら、お母さんとイチャイチャ。あ、イチャイチャのシーンありましたね。あれは、ヨンドンって、ミョンドンか。一番韓国でも有名な、まあ、日本でいう新宿みたいなところなんですよ。で、はしゃぐシーンがね、面白かったですよね。隔絶した感じとかね。良かったですね。ね、まあ、独特なのとバイオレンスとか、これは何だったのと弱さとか、うん、はい、昔から持ってるその、うん、持ち味をもう一回こう戻ってきたっていう。そうですね、なんかね、相対性とかじゃない、なんか、久しぶりになんか小ぶりになったかもしれないですけども、まあ、久しぶりに義足的なそのエッセンスがたくさん詰まった集大成的なものだったかなと思いながら僕は見ましたね。面白かったです、うん、T シャツもね、コラボ T シャツもそうなの、ハードコアチョコレートでコラボを初コラボさせていただいて、この間の映画祭来てたじゃないですか。それで ある、メディア、ニュースメディアというかネットのニュースメディアなんですけど、方に、L サイズですね、この T シャツ、うちの T シャツを託して、インタビューするかもしれないって言ったので、はい、持ってかせたんですけど、なんかインタビュー流れちゃったみたいで、そうなんです、本人に当たってないんですけどね、もしかしたらね、どっかで手に入れててくれたらなと思いながらね、嘆きのピエタ T シャツね。着てほしいです、ね。そうなんです、もう在庫ほとんどないので、欲しい方はね、ぜひね、嘆きのピエタ T シャツで検索してもらえると、あれは通販がありますから、買ってください、ね。嘆きのピエタ1月7日発売って今日出てましたから、アマゾンで予約も開始されましたので、
ぜひとも、苗木のピエタ、ね、お願いします。宣伝ですよね。本当に完全に。面白かったです、苗木のピエタ。だから一回しかちょっと見れなかったんで、もう一回ぐらい見たかったなと思います。今、ちょうど、ちょっと放送のあれとか、あの、リンクしないかも、11月か12月台は、確か下田ガイドシネマで、あの、東京ですけど、あの、やってますよね。もし見たいという方は見た方がいいかなと思います。はい。ね、だから、はい、好きなシーンというか、はい、絶対ないで好きなシーンで、絶対ないで好きな中盤のコンパで、はいはいはい、足湯コンパ、足湯コンパありましたね。やってて、すごい地味な子に当たっちゃった。当たってましたね、地味でしたね、あの子ね。びっくりするね、地味な子だったら。そうですね。でも、あの、実弾打ちに行きませんから。そうなんですね。あの意外性がちょっと、うん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 。まあ、韓国ってその実弾打てる射撃場があって、でそれ終わったら、あの、帰るときに、もう一回振り向いたらっていうね、なんかちょっと東京ラボストリート。ですよね、あれ面白かったですね、うん、唐突でしたね、唐突でしたね、あれもね、あのアピールしてた女の子が振り向かないでそのまま行って、そうなんですよ、あれもいるのかいらないのかよくわからないシーンでしたよね。だからまあいいシーンだと思うんでね、あれ怒る人見たら怒りますよね、怒ると思いますね、なんでこんなシーン入れてんの、この女ちょっと行動が一貫してないよみたいな感じで、そうそうそうなりますよね。でもなんかあの子の気持ちはわからない、うん、ちょっと意地張っちゃって、はい、一生懸命ポジティブにやってんだけど、うん、どうせ値はっていうなんか、あの、すさんだ感じっていうかね。でもう、私から振ったことにしてあげるわ、みたいな。いやいや、もう、自信ないから、もう、もう怖くて見れないっていう。あ、そういう感じで見れない。結構なんかもう、ギラギラした顔してあげてたから、なんか、怖えなと思ってたけど、そんな怖いな。まあ、ね、写真が趣味みたいなと、私をすぐ撮ってくださいっていう、もう下りなんかからも、もう、常にあの子は気づき始めてますよね。もうね、私じゃなかったみたいな。ね、あれ韓国はああいう合コンらしいですね、だから本当にあれもね。面白いですよね。ね、面白いですよね。1対1でやるんですね、合コンってね。その1個前にカラオケボックス。ありましたね、ボックスね。あの子たちは一体誰なんだっけ、あれはだからいわゆるホステスさん。お金、そうですよね、絡んでる。だから、やるやらないあれは自然な交渉だと思うんですよね。あれも別についてるわけじゃなくて。キャバクラみたいな。キャバクラの延長みたいな、そうそうね、カラオケボックスがあって。そうですね、あの、まあ、日本でもスーパーコンパニオン的な感じで。そうそうそう、あのシースリーコンパニオン的な、そういうね、芸が見れたら見れなかったとか、いろいろあるやつみたいなね。うん、そうですね。絶対の愛ね、好きなシーン。好きなシーン。やっぱ僕はやっぱ木を切るシーン。ちょっと小屋を作ってもいいかな、どうですかなっていうね。あとはやっぱり、お面ですかね。お面も良かったですね、やっぱね。泣きながらそのまま街歩くじゃん。そうなんですよ。あれ怖いんだか怖いんだか。そうなんですよ。あれだからあれも義賊っぽいなーっていうのがね、ありますよね。マルドゥチゲみたいな。普通、うん、ガラスの器で。あれでね。あれ、お手紙でもね、同じようなガラスの器で。そうそうそう。あれ見ると、うまそう。そう、そうまそうな食ってんなと思いますよね、あれね。グツグツでね。うん、あ、そうだ、うつせみの編集やってましたね。後ろにポスターがあって。そうですね。あ、ワイルドアニマルかなんかのポスターがあって、編集をしてるっていうね。あれもよくわからないんですけど。そうそうそう。ありましたね。あと、中盤に、あの、もう、彼氏が整形後に、彼女の方に訪れてくる、マンションに訪れてくる男。はいはいはい。あの、よくわからない。部屋は間違えました。2回来る人ですよね。お茶を飲ませていただきますか。どういうことですか。あれもよくわからないですよね。なんか入っちゃったね、ほんとね。あれやっぱりこう、一瞬なんか、グラグラさせられますよね。そうですね。何見てんだろうな、ね。そうそう。だから、うちセミなんかでもいろんなところに入っていくとか、今回のあの、嘆きのピエタでもいろんなところに借金を取りに行くみたいな、結構場面をパンパンパンと変えるの、結構、登場人物をシュッシュッて変えるのは結構好きなパターンなのかなとかって思いますね。同じような情景なのかな。物語の展開として結構好きな方かなと思ってますね。結局彼氏が誰だったかって答えがないんで、もうどうにもできないですけどね。あの本当に惹かれたやつがそうなのか。もう分かんないですよね。だからよく分かんないですよね。最初にね、ぐるっと戻ってし、ループで繋がっちゃうみたいなこととか、意味が分からない感じで終わるね。あれも答えがない。ね、あれなんかコメントでなんか正解みたいに言ってないんですよね、別に。あ、言ってないです。基本的にはあの
ないです。ではないです。誰しもそういう男女関係があるんだよ、あるんだよぐらいのことしか、ぐらいしかないですよね。うん。まあ3年っていうのをこだわったと言ってましたよね。タイトル自体が、現代が。あ、タイムですよね。そうですね。整形をこう否定するとか、そういう意味で作ったわけでもないと。うん。まあ、ちょっとテーマとして、そうですね。テーマがこういうのがあるじゃないですか。なんかまあ、男女間の物語みたいなのを描きたかったっていう話みたいですよね。だからその後、ブレスも、まあ、いわゆる、不倫、なんかもう冷え込んだ、ね、夫婦の映画とか、なんかちょっと繋がってるのかなとか。旦那さんが彼氏と一緒ですからね。うん、そうですよね、そう。だから恋愛映画も僕好きな方なんですけど、その中の絶対の愛はなかなか面白い恋愛映画とか、まあ恋愛映画っていうのはちょっと大きすぎるけど、まあ単純にコミュニケーション、人と人のコミュニケーションみたいなところで言うと、まあキムギドク曰く、その、なんだっけ、確実なものはないとか、はい、その後、ヒムの中で、はい、白黒同色だとか、はい、いわゆる、違うと思ってるものは一緒だったりするよとか、はい、まあ、彼らの哲学みたいなものとかが、まあ、恋愛みたいなものを通して描いてくれてるみたいなのがあって、逆にその別にもう一人ミハイル・ハネケさんの話をするとあれなんですけど、ハネケさんがピアニストっていう映画を撮って、あれはメロドラマをバカにして撮ったんだみたいなことを確実にあの方は言ってるんですけど、まあその中でもいわゆる追っかけ合いが逆に反転するみたいな、初めは自分のピアノ教師、助教師が主人公なんですけど、助教師にちょっとこう、アプローチをかけてきた大学生の男の子が、にちょっとあしらってたんだけど、逆にその子が逃げていくと、逆にその助教、ピアノの女の教師が追っかけていくみたいな、逆転してしまうみたいなところで、ハネケは、その言い方として、まあ、コミュニケーションみたいなものは、不可能性がたくさん含んでるんだみたいな、いくら言葉でコミュニケーションしても、分かり合えないものは分かり合えないみたいな、これは男女間とかも抜きもかもしれませんけど、そういうのがちょっと二人の映画監督の中で同じようなテーマをちょっと恋愛で見せてるのは面白いのかなとかっていうのは絶対の愛では思いましたね。すごいまとめちゃった。まとめみたいになりましたけどね。なんか、いやいや、そんなことないです。なんか、無理だもんね。絶対の愛ね。そう、だから面白いと思う。あんまり肩の力抜いて見てるだけのが一番いいのかなと思いますけどね。結構まともな方だと思います、本当に。ちょっと初っ端のシーンだけ我慢すれば。そうですね、初っ端のちょっと激しいシーンがありますけど。で、あとは結構普通の恋愛映画として楽しんでもらえればね、はい、しゃがれ声の男の人のね、シャカ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 みたいな、よくわかんない感じとかも楽しめるんじゃないかな、シャカシャカ、シャカシャカ嫌がってみたいな、そこまでなんのかなみたいなね、整形したら。わざと出したみたいな。そうなんですよね、唇だけこう、なんかね、あれとかね、嫌がって。独特のセンスみたいな、ちょっと気持ち、だから、生理的にこの監督無理だって人もいると思いますけどね、だから好きな人は、こうがっつりいけるんじゃないかな。町山さんがホヤみたいな。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。すごい好きですね。そうですね。上がれるかもしれませんね、監督としても、ね。珍味はちょっとっていう人はやっぱダメなのかもしれない。意外とハマるとこの映画はね、面白いんじゃないかと思います。まあ、入り口にはぴったりじゃないのかなと思います。義徳道の第一歩で。ええー、よかったらね、義徳さん、見た感想なんかね、もし見られたらいただきたいですよね。ね、はい。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。今日も、ミツさんに、はい、来ていただきました。いやいや、こちらこそありがとうございました。本当ね、楽しい会で、本当に、嬉しい。もう本当に何かありましたら、いつでも呼んでいただければ、僕はよく喋る方なんで、はい、皆さん喋らないと思ってる方が多いみたいなんですけど、すげえ喋るんで、義徳の話とかだったらいくらでもしますので、よかったらね。また義徳作品って、ね、来ていただいたり。そうですね、なんか次回作、もうなんかね、公開はまだされてませんけど、一作もう一つ撮ってます、はい、アーメンとか撮ってますし、で来年ももしかしたら変なやつまた撮ってくれるかもしれませんので、ね、楽しみですね。ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。